すみちゃん、今日の練習あまり調子良くなかった？え、どこか間違えてた？私かすみ、かなり間違えてた。そっか、ごめんね。っていうか、あれ、私のスコアはどこ？知ってる？かすみのスコアこれじゃない？雑誌の下に置いてあったけど。おいおい、かすみ、しっかりしてくれよ。このバンドのリーダーだろ。ごめん。かすみ、どうかしたの？練習中もずっとそわそわしてるように見えたけど。確かに、なんだか妙に上の空だよな。いつもなら練習最高って終わってからもウキウキなのに。実はね。何かあったの、かすみちゃん？うん、練習に来る前にちょっと本屋さんに寄ったら、すっごいことを知っちゃったんだ。すっごいこと？何それ？そのスコアの上にあった雑誌なんだけど。これ？そう、それの特集記事見てみて。特集記事は都内花火大会おすすめスポット特集。それ、花火大会、もうそんな時期になるんだ。ついこの間入学式を終えたと思ったら、なんかあっという間だね。本当にそう思う。でね、でね、その雑誌によると、この近所でも花火大会やるんだって。知ってた？知ってたというか、この辺に住んでる私たちにとっては毎年のことだから。割と盛大にやるよね。その分人もうじゃうじゃ来る。そうだったんだ。っていうか、なんで教えてくれなかったの？つーか、町内のあちこちに花火大会のポスター貼ってあるじゃん。気づかない方がおかしいだろう。そんなことないよ、私全然気づかなかったもん。そりゃかすみだからな。まむ、どういう意味？そういえば花火大会って確か今週末だったよね。そう、それなの。私が言いたかったのはそれ。よかったらみんなで行こうよ、花火大会。なるほどね、かすみちゃんは花火大会に行きたくってそわそわしてたんだ。さっきサーヤも言ってたけど、そんなにそわそわしてたかな。どっちかっていうとうずうずしてたって感じだけど。ま、ほとんど同じだな。ねえ、みんな行こうよ、花火大会。やめとけやめとけ、あんなのあまりにも人が多すぎて。結局花火を見に行ったんだか人を見に行ったんだかよくわからなくなるんだし。やだ、みんなと行きたいよ。子供みたいに地団が踏むな。ん？ちょっと待て、次の週末はみんなで宿題を片付ける日だったんじゃないか。行く。元はといえば、宿題がピンチだからみんなでやろうって言い出したのかすみじゃん。やっぱり覚えてた？でもほら、それは花火大会の存在を知る前の私が言ったことで、花火大会を知ってしまった今の私とはほぼ別人だから。意味わかんねえ。なるほど、宿題やるって約束してたから花火大会のこと言い出しにくかったんだ。それじゃあこうしよう、予定変更。花火大会までに絶対宿題終わらせるから。それならいいでしょ。なんつうか、説得力皆無だな。本当に信じて。それはやっぱり日頃の行い？おたい、涼しい顔してすげえこと言うな。わかった、富山かすみ、本日より生まれ変わります。花火大会当日までに絶対に宿題を終わらせます。
ったから。行こうよ花火大会。さあやりみに歌えありさ、みんなと一緒に行きたいの。こらこら抱きつかないの。まったく、そんなにおねだりされたらねえ。ちゃんもおたえちゃんもいいよね。ったく、本当にしょうがねえな。けど、まあ宿題をちゃんとやるっていうなら、おたえも付き合ってやってくれよ。あ、私浴衣着ていく。行く気満々か。やったー、みんなありがとう。花火大会思いっきり楽しもうね。